こんばんは。今日はね、土星を見てるんですけれどね、急だったのでね、携帯電話で撮影しております。まあ、こっちの画面に切り替えました。ここにあるのはね、ラプトル60というね、望遠鏡ですね。ね、今日はね、天気が悪いんですけれど、ほら、惑星はね、見えてるんですよ。ちょっとね、覗かせるのはね、難しかったのでね、やめましたがね、えっとね、結論的にはね、すごいよく見えると。 あのね、今日、シングがね、すごい良かったので、こうしてね、望遠鏡をね、出してみたんですけれど、カッシニのね、溝がね、こう、なんだ、どう表現している、いいのか。どう表現したらいいのかわかんないですけれど、土星ありますよね。土星のね、ここにカッシニの溝ってのがあるんですけれど、それがね、くっきりとね、すごいね、見えてますね。本来ならね、60ミリのね、望遠鏡ってね、そこまでね、と見えないって言われてるんですけれど、 こういうね、一部のね、性能の良い,い望遠鏡ではね、見えるってことですね。それをね、今日はね、ちょっと自分の目でね、確認しましたのでね、それを単に今日はお伝えしたかったということです。